然ですが、皆さん、今イベントのマップイベにて、誰でもできる、最高効率でワイポが稼げる、ステージを知っているでしょうか。今回はそんなステージを、周回法に分けて、詳しく解説していきます。では行こう。はい、まずは最近プニプニを始めた人向けの、おすすめして紹介です。そんな人はステージ1にて、自分のボックスの中で、強そうなキャラたちを入れ、こんな感じの周回をおすすめします。効率は非常に悪いですが、これでもコツコツ周回していったら、全然1万ワイポくらいは稼げるので、頑張ってみてください。お次はポチポチ周回です。この周回法だったら、ステージ1、ステージ11をおすすめします。これだけだと、どっちのステージが良いかあんまり、わからないと思うので、他のステージと周回効率を、比較してみます。盤面や持ちキャラによっては、結果に変動はありますが、こんな感じになりました。まとめてみると、あんまり強いデカプニフリキャラを持っていない人は、ステーキ加算。強いデカプニフリキャラは持っていないが、1回で稼げるワイポが多い捨てで、周回したい人は、ステージ10。強いデカプニフリキャラを持っていて、なおかつ最高効率でワイポを稼ぎたい人は、ステージ11。今イベのポチポチ周回のおすすめは、こんな感じですね。はい、ラストは即打ちキャラを用いた、周回法でのおすすめ捨てです。この周回法では、普通に周回するか、2台端末で周回するかで、おすすめの捨てが変わります。普通に周回する場合は、ステージ13、ステージ46をおすすめします。理由としてはシンプルに、敵が倒れるのが早いのと、どっちの捨ても比較的に星が取りにくいからですね。やはり星を全部取っている状態と、1個しか取っていない状態だと、周回効率に差が出てしまいます。はい、次は、2台端末周回する場合です。その場合のおすすめ捨ては、ステージ26、ステージ34です。理由としては、めちゃめちゃ単純で、倒れるスピードが速いからですね。ですが口で言ってもわかりにくいと思うのでさっきと同じく、周回効率を比較してみます。はい、こんな感じの結果になりました。まとめると、普通に周回するのなら、ステ13、46、2台端末周回なら、ステ26、34、今イベの即打ち周回のおすすめは、こんな感じですね。ちなみに自分なら、普通に周回する場合は、ステ46で、2台端末周回の場合は、ステ34で周回しますね。いかがだったでしょうか。今回は今イベントにて、最高効率でワイポ稼ぎができる、おすすめステを周回法に分けて、紹介していきました。この動画への質問や、プニプニに関する質問は、遠慮なくコメント欄に書いていってください。最後になりますが、この動画が少しでも、参考になったら、チャンネル登録、高評価だけでもお願いします。それではまた次の動画で、お疲れ様でした。みんなも、了解。ゲットじゃぞー。